このゼミも6回目になりました、えー、10年前の,あの動画が残ってないばっかりには私は今回全くゼロからあの講義を用意しなければならずえらい目に遭いましたがあの、まあきえー、聞いていただければというふうに思います。えー、画面共有いたしますね、これですね。えー、今日はこのテーマなんですが。 えー、セクシュアリティの話を1時間でやるなのかと、まあ、とんでもないことなんですけども、あのまあ、ジェンダーという言葉は随分定着しましたけど、セクシュアリティという言葉もようやく日本語に定着してきました。で基本的な定義を覚えておいてほしいんですが、えー、全米性教育情報協議会というところが、ですねセクシュアリティをいかのように定義しています。とても明快な定義で分かりやすいので、覚えておいてください。セックスは ビトゥイン・ダ・レグズ。両足の間に合うのは性器ですで。セクシャリティは両耳の間、ビトゥイン・ e イ a ーズ。耳と耳の間に合うのは大脳ですで。これは日本語ではですね、性的欲望とか性現象とか訳されていますけども、えー、性欲ってまあムラムラするのはあの実は下半身ではありません、えー。大脳がムラムラして、そこから、えー、あのじゅまあ、 あの情報を正規に送り込むわけですね、えー、それで正規が快感を感じるということなので、えー、実はセクシュアリティというのはあの下半身の現象ではないわけです。でそして、えー、自然はですね、えー、完全にあの、えー、連続体であるということが分かってます。で確かに遺伝子はね XY 遺伝子って、えー、二者択一のように見えますけどもこの組み合わせも、えー、遺伝学で分かってるのは XXXXYY っていうのがあるってことが分かっててそれぞれ超女性。 超男性と名付けられているんですが、だからといって、こういう遺伝子を持った個体が超女性的に振る舞うとか、この遺伝子を持った男性が超男性的であるということは全くありません。で内分泌、ホルモンですねで、これは発生のある時期にです、ね、ホルモンのシャワーを浴びて、で性分化男子と女子に分かれるということになっているんですが、このホルモンの量もですね、 えー、あの流動的ですしあの一生を通じて変化します。で第二次成長の時にはホルモンで文、えー、化が起きますし更年期になるとそれがまた減っていくっていうふうに連続性があります変化もあります、えー、それからじゃあ外見で見た時にどうかというと性器、えー、もいろいろでしてですね え男性器、女性器両方を持った個体がいるってことが分かってますし、まあ、あの昔はヘルマ・フロディッて今インターセックスと言われますけどもそれからあの生まれ落ちた時に外星器見て突然あの、えー、息子さんですとか、ね、あの娘さんですとかっていうふうにあの、まあ、判定をすることになっているんですがその判定が困難なような外星器の形成不全があるということも分かってます。で脳は 男性の女性のあるって言われてますけどこれも最新の脳科学だとそんなもんなくて。 でえー、完全にモザイク状になってるって個体差の方が大きいってこともこれはっきり分かってます。にもかかわらず文化っていうのは二者択一なんですねで。このジェンダー二元性っていうのをね実に見事に言い表した人があの伏見あ明さんっていう人なんですが男性女性って書くととてもよく分かりますよね。私たちが自分はあの男性とか女性ととかか女ってる時には 制度の中にいかなるポジションを持っているかということを、えー、表明していることになります。で、性自認というのはそういう社会的なものなんですね。で、その他に、じゃあ一体誰に向かってムラムラするか、これが性的思考です、えー。心理学では対象選択と言われます。性欲の向かう方向ですね。で、それと実際にやってることですね。 えー、じゃあその、えー、性行為をどういうふうにやっているかとい,いうと、まあ、例えば一生性行為をしない人もいれば、えー、男性とも女性ともセックスやる人もいれば、いろいろです。だから性的アイデンティティ、セクシャルアイデンティティというものは、この組み合わせによるわけですね。で、その間には、えー、連続性もあれば、蓋然性もあれば、不一致もあるということで、えー、非常な多様性があるということが分かっています。 で、まあ、こういう状況の中でですね最近、まあセクマイって言われる人,人たちが非常に注目を浴びているわけですが皆さん方、LGBT まではまあお聞きになったことはあると思いますがあと QAIX があるでレズビアン、ゲイバイセクシュアルトランスジェンダー,、えーそれからこれ Q はクイアー。 あのクイアは日本語に訳すと変態という意味です。クエスチョニング、えー、あの疑,疑問があるということですね。それからエーアーセクシャルは、えー、性的でない、えー、性欲がないということです。それからインターセックス、で X ジェンダー、分からないというね。でまあ、こういうふうなものが、えー、見える化してきました。でその他にも性的少数者というのがあって、ですね、えー、例えばペドフィリア、 あが用事愛ですねそれからズフリア、ーフェリア、それからネクロフェリア、フェティッシュ、でまあ、こうセ,セクマイの権利を認めるかどうかということに関して言うと、例えば幼児愛とか死体愛までは、まあ、でもう権利をあの認めるかどうかということはアーギュアブルです。で、まあ、その中であのこ、こういう人たちはですねこれまでね性同一性障害と言われてきたわけですね。でディスオーダーダ えー、だけども、えー、ここんとかやっぱりいろんな研究が蓄積して分かってきたことは、あのえー、こういう、まあ、性自認もセクシュアルアイデンティティもですね、えー、生涯の間で1回定まったら、それで、えー、一生変わらないかということは、そんなことはない。 ということが分かってきて、でえー、時間を通じて変,更が変化があるということも分かってきてで、ジェンダーアイデンティティと,それとセクシャルアイデンティティとセクシャルオリエンティテーションというものは、えー、異なるものだ、えー、別々なものだということも分かってきて。 まあその中で、えー、体の性と心の性の不一致をトランスジェンダーというふうに呼ぶようになったんですが、まあ、これは障害病理化されたわけですね。で、えー、じゃあその体の性は変えられない。 だから心の性の方を体に一致させろって言ったらその方がはるかに困難が伴う、えー、自己否定に至るような困難が伴うことが分かってきたので、えー、ジェンダーをセックスに一致させるより、えー、セックスをジェンダーに一致させる方が容易だということになって、まあ、そこで、えー、治療行為っていう。えーあの いう,いうものが始まってきたわけですねで、まあ、ただその、こういう性同一性障害を、えー、一旦病理化したものをです、ね、いやのそ,んそんなあのものは多様性の中の一つに過ぎないのだから、えー、病気でも何でもないというふうに脱病理化した方が良いすべきだという議論もこのところ出てきていますが病理化するとどんないいことがあるかというと病気だから治療の対象になるで治療の対象になると Okay. Eh. 保険が適用されるというので、えー、当事者にとってはその方があのベネフィットがあるというそういう戦略的,的な立場もあります。まあ、こんなふうにいろんな議論が出てきたわけですが今日の私の話はですねあのこうやって最近ですねセクシュアリティというとあのあこの話ちょっとやっておきますね。で病理科の講座に関して言うと、えーまあ、2003年に非常に早めにあの日本にお でですねえー、性別再指定,指定特例法というのができました。で、えー、これで、まあ、あの病気であるから保険適用の対象になるというね、えー、あのそういう、えー、あのことが可能になったわけですが、でもこれがこの法律が適切かどうかということは、今日も議論の対象になってます。えー、ということは、えー、男性、女性の。 いずれにも属さない人を、そのいずれかに、えー、回収するって、お前、男か女かどっちか選べで、体もそっちの方に合わせろということを、まあ、強制するような装置ですから、まああの、異性愛規範への回収装置ですね。で、まあ、そういうことが適切なのかどうかってことは、あの今でもアーギュアブルで、えーあの、これから青字で出てくるのは、 あのこの本に出てくるあの、えー、収録した論文の に言及してますだからちょっと今日の話はですね、えー、この本の目次を見ながら聞いていただくととてもいいと思うんですがまあそれで、ね、あの今日の私の話はですねセクシュアリティを論じるというと直ちにセクマイ論じるっていうのはなんか非常におかしなことだと思うんですよねでセクマイはセクシュアルマイノリティ性的少数者の,、えー、あのまあ訳語ですが じゃあ,あの、性的マジョリティマイノリティに対してマジョリティは一体誰かって言ったら、異性愛者なんですね。 でセクマイの人たちにとってみればカミングアウトして、えー、俺ゲイだけどって私レズビアンだけどっていう風に言った時にですね、えー、マジョリティ側の人間が、えー、そんなこと私には何の関係もないわあな,たとあ,のあなたに対する私の態度はあのそれを聞いた後も前も変わらないわって言われることがそれが嬉しいかっていうとそんなことは全くありませんでそこで何をがあの 問われててるかっていうと、えー、自分のセクシャアルアイデンティティを、えー、問い返してそれにあの一定の同一性を与えることによって お前は何者かということが問われているわけですね、マジョリティに対して。だからそこでは、セクシュアルマイノリティとマジョリティとの間の境界線の定義というものが、その時その場で揺らいでいるはずなのに、マジョリティ側は、俺には関係ない、私の態度は変わらないというふうに言ってしまえばですね、カミングアウトの、えー、格段性というものはそこで無効化されてしまうわけです。 であの、まあ、そうするとね、あの竹村優子さんのあのレズビアンとは誰かが出て出てきますが、あの私は彼女からもご批判を受けましたけれども、あのレズビアンとかゲイとか無せクマイの人たちは、常にお前は何者か、お前のセクシャリティは何かということを、マジョリティ側から問われ続ける、マジョリティとは誰かということは、そういうことを問われずに住む人々、えー、考えずに住む人々のことを指す。 えー、マジョリティとはそういう特権の,のことを指すんですがだけどもその時問い返されてるのはお前は一体何者かお前はなぜ異性愛者なのかということなんですね。だから考えてみたらねものすごく巨大な謎はねもともとどのような形をも取りうる人間のセクシュアリティこういう連続性と多様性のある人間のセクシュアリティ 人間のセクシュアリティはポリモルファス・パーバージョン、多形盗作、盗、まあ、作という言葉を使っているんですけどね、ねどんな形でも取り得るのに、それが性別人間性のもとに、えー、男性的同一か女性的同一かという二者択一しかないようなところに、えーまあ、あのチャネルライズというのは。 あの水路付けされていくっていう過程をこれを発達・正常というふうに読んだわけですね。まあ、そうすると、えー、その人間のこのような多様なセクシャリティというものが、えー、なぜどのように異性愛へと、えーまあ、水路付けされるのかということの方が考えてみたら巨大な謎なわけです。で私は誰私はなぜ異性愛者なの っていうことの方が大きな謎になります。で、こういうことを、えー、問い返した、えー、ジェンダー研究の用語が、えー、強制異性愛。 コンパルソリーヘテロセクシュアリティとか、えー、異性愛規範、ヘテロノーマティビティという言葉ですね。だからまあ私たちはそんなも当たり前だろうと言いながら実のところ、そういう水路付けの結果として自分を異性愛者だと疑わずに思い込んでいられるような装置の中に住んでいる。 で、えー、この副産物は何かというとこれを正常なルートに乗らなかった人たちを逸脱か病理化するということですね。であ、えー、あのまあ、そのパラダイム変転換をやってのけた人がミシェル・フーコーという人です。で76年に えー、セ,クセクシュアリティの歴史、がイストアール・ドラ・セクシュアリティという本を書いて、これで、えー、セクシュアリティ研究のパラダイムが変わりました。であのもしですね、えー、性に性が本能や自然だとしたら、そんなものに歴史があるわけがないんです。えー、動物は本能や DNA で動きますので、えー、何万年前の動物も今の動物も同じ性行動をやるわけですね。ところが人間の性には歴史がある とととといいううここは変化するということでするでねだとしたら性は本能でも自然でもないえ文化と社会の産物であるということになりますで。それ以前の性についての学問はセクソロジーと呼ばれました。でこれをの担い手たちは 動物学、生理学、産科学、内分,分泌学,分泌学、えー、ほとんど自然科学者でしたが、それ以降登場したのはセクシュアルサイエンスという、えー、性の科学です。でこれが文学、歴史学、社会学、人類学という人文社会科学がここに入ってきたわけですね。で、覚えておいてください。76年以後 えー、性を自然や本能だということは禁句になりました。で、ここで完全にパラダイムが変わりました。で、フーコはこんなこと言いました。私たちが今当たり前だ、常識だと思っているセクシュアリティの装置は、近代になってからできたと。で、それには大きな4本柱がある。1つは えー、子供を無性化した無垢な存在にしたであの子供が、えー、知らず知らずにおちんちんに手をやってマスターベーションを覚えるっていうのをこれを撲滅運動をやったわけですねこれを子どもの性の教育化といいますでそれから、えー、今度はあの女には性欲がない というこの神話をばらきままきしたでも嘘っぱちに決まってます。でこうやって抑圧し抑圧し抑圧したものが爆発するとヒステリーになる。このヒステリーというものは子宮の病だというふうに言われました。でそれからもう一つが、えー、同性愛を、えー、病理化したわけですね。 でそれまでは逸脱ですから処罰の対象でした。近代になったらこれがですね治療と共生の対象になりました。で精神病だと言われて、えー、じゃあ治療を何するかっていうと電気ショックとか与えるんですよ。で電気ショックを与えたらそれは拷問ですからねおとなしくなりますよね。 そうしたら治療効果あった。まあ、なんて野蛮な時代でしょうかね。これが1973年に初めて脱病に化します。でごく最近のことです、えー。同性愛が病気で亡くなったっていうのは。それから 今度は、えー、夫婦間セックスというものが、えー、あの非常に重視されて、えー、夫婦,の夫婦をはお互いにちゃんと性的満足を与えなければならない。でその正しいセックスは正規、えー、挿入を伴うような、えー、ちゃんと生殖に至る行為であると。 でだからマスターベーションとかですね、えー、否認とかっていうのは、えー、それは、えーあのえー、子供を産むという目的から反するっていう、そういうようなあの統制が起きていきます。えー、だからそうするとあの、夫婦の間のオーラルセックスとかですね、あるいはアナルセックスというものは逸脱であるっていう、えー、何しろすごいですよ、アメリカピューリタンの国ですから、アメリカにはオーラルセックスが州法で禁止されていたっていう。 とんででもないですね誰が通報するんだろうと思うけどね。でまあ、こういうのをまあ夫婦の性のエロス化というか、まあ、というよりももうちょっとこれ全体に通じて何が起きたかというと、身体と生殖の管理が、えー、国家の役割となる、途中で止まってますかが、政治、あのビオプー,ププーボアール、あのバイオパワーですね、バイオポリティクスというものがここで起きてくるわけです。でこれがちょうど 前回の、えー、江原さんがお話になったあの母性の問題、えー、生徒あの、生殖の政治ということがあのこ,この、えー、元にあ,あるわけです。まあ、それで、えー、じゃあ こういうことから近代の生の死因は私たちが今当たり前だと思い込んでることも、まあ、今から読み上げますからあの皆さん方がそれを信じてるかどうか自分でセルフチェックしてください男はそれを我慢できないでたまると出さないわけにいかなくなるもんだでだからどうかって皇軍兵士は兵隊さんはですね長年あの禁欲してると二股の木を見てもそこにしがみつくもんだととんでもないこと言われたんですよ でそれから、えー「女は同時に2人の男を愛せない」とかですね「えー、女は」 何しても最初にね、えー、穴をうがつのは最初の男ですから、その最初の男を忘れられない。あとみんな忘れてるよね、こんなもんね。<laughs> えー、それから、男の性欲か女の性欲より強いから、マスターベーションは男の数のマスターベーションの回数の方が女より多い。こんなもん、どうやって調べるんですか、まあ、というふうなことが、ま、さん出てきてですね、あの、性の二重基準、男向けの、えー、性の あの基準と女向けの性の基準というものが、えーまあ、ダブルスタンダードになっていった。 えー、そうでない女をこの二重基準に従って使い分けするようになったで、これが、えー、生殖用の女と快楽用の女の使い分けですよねだからまあこういうものは別にその、えー、人類始まって以来ずっと続いてきたわけではなくて、えー、近代になって打ち立てられたとで、まあ、それでですねじゃあ日本どうだったかというと前近代はですね、えー、実は、えー、こういうあの風光が言ったような あの近代のセクシュアリティの装置セクシュアルアパラートスっていうんですがというものは全近代にやっぱり通用してなかったわけですね。 であのヨーロッパ近代はやっぱキリスト教の影響強いですが日本にはそれがありませんので大体、えー、いい子どもたちは所長とか精通に達しますとそれぞれ若者宿娘宿に、えー、あのい家から出て寝泊まりをするようになりますでそこから直ちに、えー、セックスが始まりますで、まあ、そうなると処女性なんていうのは何の価値もありません童貞処女の結婚は、まあ、ありえないですね でそれからあのもう一つ非常にタブリされてきたことがオナニーでオナニーというのは子どもにとってはあの禁止の対象になり夫婦にとっては はもったいないな裏切りですよねつまり無駄なことをやってはいかんというで、えー。ということになるんですが、実はオナニーにタブーはなかった。であのオナニーというものが日本にしょあの紹介されたときに、最初、自徳と訳されました。この自徳の徳は、汚れるという意味です。でこれを今私たち、G という言葉をやってますけども、えー、この言葉、これはオナニー撲滅運動が明治時代に起きたからなんですが、大正期、大正の リベラリズムのもとで自得はあんまりだというので自ら慰める G っこれを人工水準いい言葉ですね <laughs> あのこういう言葉に置き換えようという性科、えー、学者が登場したりしてにそのおかげで私たち今 G という言葉を使ってるんですでも G という言葉もまあ,あの人前であんまり口にしてはならない言葉のようですけれどもまあだけどじゃそのその前どうだったかというとセンズリーと言われててね えー、このことにはほとんどタブーがなかったっていうようなことが論じられています。でこの木本ルさんの「オナニーと日本人」「大日本帝国における生の歴史」という素晴らしい本なんですがこれは記書なんですけどあの本当に旧壮大なしかも、えー、民族学的な事実に基づいた非常に素晴らしい本です。でで、まあ、こういうい研究はあるんですが まあじゃあその中であの異性愛秩序っていうものは一体何かっていうとねあの男児と異なる性に属するもの異性を愛せよつまり同性が性愛の対象から、まあ、人類の半分全部消えるわけですよね。でまあ素寸と、まあ、女性にとってはこれは何かっていうと、えー、女を男へとつなぎ止める欲望。 であの男性にムラムラしたりあの燃えたりするっていうその欲望っていうのは別に DNA やホルモンが決めてるわけではなくってそれにまあ水路づけをするチャネルを与えられてある一定の方向を向くような。 文化的強制力のもとに置かれているわけですね。で、私の解説の中でこういう文章があります。女はなぜ男を男だけを愛さなければならないのか。男に愛されないことはなぜ女のアイデンティティの根幹を脅かすのか。男のいない女は無意味な存在なのか。女の愛はなぜ献身と自己規制の形をとるのか。女はなぜ自分を虐待する男から離れられないのか。という、まあ、こういうことが、 まあ皆さん方に思い当たるかどうか分からないんですが、こういうものがまあ作り上げられたということですね。まあ、それで、のそのイデオロギーのことを私たちはロマンチック・ラブ・イデオロギーと言いますで。イデオロギーというものは全て洗脳装置です。えー、ですから私たちはまあ洗脳されてきたわけですね。えー、メディアやドラマや えー、あるいは少女漫画やありとあらゆる洗脳装置、えー、あの愛の不時着のようなものも含めて、えー、その洗脳されてきたわけですねでそれをロマンチック・ラビロロギーというんですがあの、まあ、これは定義はこれです、えー、結婚のもとにおける愛・性・生殖の三密体ですで実は私間違ったことを昔書いておりましてね 結婚とあのあ、愛と性と結婚の三密体って書いてたんです。で、時々それを間違ったまま引用してる人がいて、罪つくりなことをしたなと思って反省してるんですけども、あのまあ、実は結婚、これですね、結婚のもとにおける、えー、愛と性と生殖の三密体です。でまあ あの正しい順番というのがあってですねまず愛し合って、えー、結婚してそれから初めてセックスしてだけ結婚して初めてセックスするからうやとかいう言葉があったわけですねもう,もう死後になったと思いますがえそしてその上で、えー、子供を作るのこれが正しい結婚なわけですねで、まあ、だけど、まあ、ちょっとこれが緩やかなって、えー、順番が変わってもいい、えー、先にセックスして、えー、子供を妊娠してから、えー、結婚 してても構わないっていっう、まあ、そのぐらいの,あのバリエーションはありますが、まあ、基本の定義は、えー、これです。で、まあ、その中で、えー、結婚したカップル異性愛カップルが市場、えー、の 価値を持つというね。で、それ以外は全部逸脱だっていうこういう考え方ですね。で、そこにもう一つあるのはあのカップル市場主義というもんです。でもこれが近代家族を支える正規派で、これについて論じたものがこの2つですね。で、あの私の追言騒動は吉本隆明の共同原装論に非常に大きな影響を受けて書いたんですが、まあ,あの今から思えば、えー、若書きの大変恥ずかしい論文 でこれを入れてしまったのは私が変者だったというバイアスがかかってるんですがあのまあ えー、この「追言騒論」というものが、えー、あの一定の効果を持っていた時代があったというふうに思っていただければいいと思います。でところがですね、これが崩れていきます。でこれが性革命というものです、えー。性革命とはロマンチクラビドロギーの揺らぎを招きました。これは結婚のととにおけるこの愛と生 えー、生殖の結びつきを全部バラバラにしていきました。バラバラにした結果何が起きたかというと愛と性が分離しました。で、えー、性がカジュアル化しました。 で,ですから、えー、愛がなくてもセックスできるそれは当たり前のことですで,あの、まあ、それで男性も女性もそういうことができるようになりました、えー、それからあの愛と結婚が分離しました、えーまあ、ですからあの、まあえー、簡単に離婚再婚ということをやるようになってきました、えー、それから結婚と性が分離したっていうのが、えー、もはや婚前交渉という言葉さえ死語になるぐらい、えー、結婚の前にも えー、結婚の外にも結婚の後にもセックスがある、ね、昔は結婚の中にしかけセックスはあってはならないということになってましたから、えー、それが独身者差別でしたね、えー、あの結婚の中あの外にある女は、えー、セックスしていない 建前でしたから、えー、だから非、えー、婚者を未婚者をですね性的ネ,ネタで、えーまあ、あのからかうというセクハラがあったんですが、えー、これが分離したっていうことがあのシングル女性も男性も非常に生きやすくなったっていうことの一つの原因だと思います。でこある社会がですね、えー、性革命を 通過したかどうかということを判定するための人工学的指標があります。で、これは離婚率の上昇、でこれは結婚と、えー、愛との分離ですの指標です。それからもう一つ、婚外子出生率の情報は、結婚と生殖の えー、あの結び付きの分離です。この2つの指標を性、えー、革命ってぜ1970年代60年代から70年代に起きたわけですが、えー、あのその後と欧米諸国では軒並みこの2つの人工学的指標が上昇してます。 で日本ではこれがほとんど起きなかったんですね、つい近年になるまでね。でも日本で起きたことは何かっていうとね、えー、同じ時期に非婚率が起きました。私は非婚率の上昇のことをですね、離婚率の上昇の機能的代替指標だと思ってるんですが、なぜかっていうと、離婚って一旦結婚しないとできませんよね。ところがね非婚っていうのは あの離婚する前に、もうやん,やんぴってやめることですから、私はこれを婚前離婚と呼んでるんですけどねで。それともう一つは何かって、根返し出生率は日本では今日に至っても上昇していません。その代わり、日本で起きたのは、極端な出生率の低下です。で、その背後にあるのは、暗数として消えた子どもたちがいるわけですね。 で、えー、もう一つやっぱりあの日本の女性はその間に、えー、否認が非常に上手になりました。で中絶は日本は相対的にはアクセスが容易です。えー、ですから生まれるはずの婚外子たちを、えー、まあ、出生抑制する手段が日本の女性には アクセスが容易だったということで結局のところこの2つの人口学的指標とちょうどそれに相当するようなことが同時期の日本に起きていただから性革命ってグローバルな変化でね日本だけが例外ではなかったということが言えるというふうに思いますまあそれで、えーまあ、その中で恋愛結婚というものを非常に あの高く、えー、掲げた女たちがいたわけですがあの井上照子さんのこの,あのお亡くなりになりましたがこの論文非常に優れた論文ですあの彼女が歴史家でもあったってことがよくわかるあのものなんですが、えー、なんでその近代の初期第一波フェミニズムにおいて恋愛というものが特にま自由恋愛というものがあれほど女たちのあの 熱い、えー、憧れの対象になったかっていうとですね、あのまあ、恋愛結婚っていうのはまあ,あのちょうどその時に、えー、あのまあ、男女の対を作っていくまあ、ロマンチックラビドロギーのちょうど形成期に当たったっていうふうに言うことができます。ところがじゃあロマンチックラビドロギーの 効果は一体だった何だったかというと、えー、これはあのフェミニズム文学批評家のテリー・イーグルトンが言ってますが、情熱恋愛とは何かというと、娘を父の支配のもとから夫の支配のもとへと自発的にジャンプさせるための心的装置というふうに、スプリングボードって言ってます。であの父に背いて夫のもとに、まあ、恋人のもとに走ればです、ね、えー、父の庇護はもはや得られないわけですね。 ですから核、えー、家族の中にも「家不調性」があるって言ったら「家不調性」って言葉はもともとね 直系家族の中にしかないから日本は家制度なくしたから家張性もうないんだって言ってる人たちがいましたがこれをこんなふうに表現する人がいましたね近代家不調性ですつまり核、えー、家族の中にも夫の支,配あの支配っていうものがあるので、えー、そこにあの非可逆的な形で飛び込んだ女たちはもはや実家の,、えー、あの威力を頼めないわけですね。 であのそうすると今ではあなたの夢を追うことが私の夢になりまして、まあ、こういうことがなんかね恋愛の完成のように思われるわけです、えー、夫に一体化するで、まあ、あのそういう中で、まあ、法的な保護を受けない事実婚によっても私たちの方がもっと強い絆で結ばれていますっていうふうになって、えー、事実婚の人たちも、まあ、近代家族の理想というものをこうやって達成してった。 いうことが言えますでこれがどのぐらいの強力なあのミデオロギー装置だったかというと私はちょっと実は皆さん方のお顔を見ながら聞きたいんだけどね今から紹介するのは戦前のフェミニスト高村逸枝が恋愛創生で書いた文章の引用ですこれを聞いて、えー、どう感じるか、えー、言いますね結婚とは死にまで至る恋愛の完成であるもう一回言います 結婚とは死にまで至る恋愛の完成である。で、これにですね、グッとくるか、ゲットくるか、どっちかっていうことです。いや、本当はちょっとあのここでね、アンケート取ったり、手挙げてもらったりしたいんだけど、あとでちょっと皆さんでぜひ議論してください。で、あの私、これを踏み入れ、リトマス試験士にして、いくつかの,あの大学で、えー、女子学生に聞きました。で、そうするとやっぱり大学によって個性がありましてね、 あのグッとくるのが多数派のとことねグッと下が半々のところといろいろありましたあのどこかは後で聞いてくださいまあという、まあ、こういうものを、まあ、あの掲げる、まあ、恋愛の,、まあ、あのロマンティサイズっていうか理想化ですね。 で女性たちを、えー、こういう、えー、異性愛行動の中に規範化していくというふうなことが近代の初期に起きたということですね。でまあそれで、えー、この異性愛規範がどのぐらい強いかというとですね。えー、障害女性性や同性愛者にも あの影響があるんんだということなんですね朝香優子さんのこの論、えー、文が入ってますが、えー、彼女はあの障害を持った女性です。で障害を持った女性にとっては健常者のようになりたいということが、えー、理想化されますのでそうすると結婚して妻になる。 でそうすると、まあ、この方結婚したんですがえ妻になるということは健常者の妻のように振る舞うということは夫の世話を海外しく焼きえ家事育児をやりということが、えーまあ、つまり女性らしさの抑圧の中に自ら進んで入っていくことが障害女性にとっての,、えー、あの解放だと思えてしまった自分を後から振り返って えー、自分はなんてあの異性愛規範にとらわれてたんだろうということを反省してお書きになったものです。でまあ、それからあの小君さん えー、はあのもうズバリこうおっしゃってますねあの、まあ、最近同性婚があのも話題になってますけれどももともとカップル幻想もう幻想ですからねそれ自体が抑圧的なものなのにその抑圧的な、えー、カップル規範の中に同性愛者ですら えー、あの自らの自由を捨てて入っていくことを求めるのかという、まあ、こういうような批判が出てきます。コマシャクさんは、えー、女性のパートナーがおられましたが、えー、生涯ご自分をレズビアンとは名乗られませんでした。名乗る必要がないと彼女は考えておられました。でまあそういう意味では、えーまあ、あの同性婚論争今でも起きてますけどもそれでも異性愛者に認められている権利すら 自分たちには持てないまず、えー、権利を平等にせよという、まあ、この理屈はもちろん分かります分、えー、かりますけれどもあのその背後にあるカップル元素そのものを問題化するというあのこれも ロ、えー、マンチック・ラビイドール違反の中にはちゃんとあったということですね。まあ、それで、えーまあ、その中で性暴力の問題が出てきます。であのいつでもあの、えー、セックスはポジティブなものばっかりではありませんので、まあ、その中であの、まあえー、性暴力の問題化をやってきたのがあの、まあ、異性愛規範の中で隠されてきた問題の見える化をしてきたのがあのジェンダー研究、女性が ジェンダー研究でしたでこれはですね、えー、被害者が沈黙することによってないことにされた犯罪なんですね。でこれを次々と暴いてきたのが女性学ジェンダー研究です。でセクシュアルハラスメント、ドメスティックバイオレンス、それからレイプ神話の解体、それから、えーあの 家庭にはそんなもんないだろうと思われたら、え虐待、子どもの虐待、しかも性的な虐待があるということがえ次々と、えーまあ、表に現れてきたわけですね。だから家族というブラックボックスに手を突っ込んでいったわけです。まあ、そのせいでね、私たちフェミニストは家族破壊者の汚名を着せられました。 がまあ、私たちがやったことは家族はとっくに壊れていたことを、えー、赤裸々にばらしただけ。 <laughs> 私たたちが壊したわけではありません、まあ、それで、えー、あのちょっと、えー、これから先にあの使える概念としては、えー、あの性暴力連続体という概念は、えー、これはあの私たちの,この共同研究の中で出しましたそれからジェンダー暴力という概念がありましたですね、えー、例えばあの性的な侵入はしないが例えばパンツを下ろすというようなことそのこと自体が やっぱりジェンダーあのベースとバイオレンスだっていうことで、まあ、こういうのをあのジェンダー暴力っていうふうに、えー、呼ぶように、えー、あの抗議の,あの考え方をするようになりましたそれはあのセクシュアルバイオレンスのセクシュアルの概念が、えー、あ,のあまりに狭い、えー、例えば正規挿入を伴うとかですね、まあ、最近あのわ強制わいせ罪とか強姦は正規以外のものを もうあの含めるようになりましたし、性器以外の、えー、体内に対する挿入も、えー、あの合間とか外切になるようになりましたけれども、やっぱり。 あの身体接触がないと性暴力というふうに呼ばれないという狭い観念があるのでえジェンダー暴力は、えー、例えば本当にあのパンツ脱がすとか裸であのそこに立たせるとかそのこと自体が、えー、ジェンダーベースとバイオレンスだっていうので抗議の概念になってきました。でそれと性暴力全6っていうのはじゃあその皇居不能な状態における えー、強姦のようなものだけがあの性暴力かっていうとそうじゃなくて日常から非日常まで、えー、性暴力は連続してる例えばノーと言えない相手に、えーあのまあ、性的な行為をするとかあるいはあのそもそも相手をそういう状況に置いといて相手が迎合する。 えー、例えば具体的に言うとあの、えー、夫婦間の中でですね、えー、性行為をどちら側から誘いかけるか Who n i イニシ t イ s セックスというのがあるんですね。でこれは圧倒的に あの男性からですえ、女性の方から言うと、男がなえるとか、ですねあの、えー、おおあの妻を節だらだというとか、まあ、とんでもないことを言う人もいるらしいんですが、まあ、圧倒的に男なんですが、じゃあ今度、ふうきゃんせの誰がーを言えるかというと、妻は断れないっていうんですね。なぜかって、あの誘いをかけられたときに断ると、夫が非常に不機嫌になる。 でそれからそれが、えー、口利かなくなって1週間続くでそんな不快な思いを1週間耐えるぐらいなら、えー、ほんの数分間我慢した方がマシだっていうふうに思うじゃあこれだってこれだってひどい意味で、えー、性暴力じゃないかそれは断れない不機嫌な夫の顔を見ていたくないそれはやっぱ不機嫌な あの自分をのより上位にいる権力者ですねその人の顔を見なければいけないような立場にいる女が、えー、選択がの余地なく脳が言えない状況であ,のあるいは自ら進んで迎合するような場合も含めて、えー、そういう構造的な強制構造的な暴力のもとに置かれた えー、性行為もすべて性的アプローチも性,あの性暴力だっていうふうに、えー、性暴力は非常に抗議になってきましたでこれがやっぱここ10年ぐらいの大きな変化ですね。でにもかかわらず被害者を沈黙させるものっていうのがあって、まあ、あのそれが、えー、スティグマ化されてきたからですねでお前に責任があったっていうのがの誘惑者としての女です。であのイスラム社会って女性ブルカで隠しますけど もあの女は誘惑者だっていうもうまずパラダイムがあるから。 えー、その誘惑者を隠すって、まあ、誘惑者見ないようにお前の目をつむっとけよと思うんだけどねあの逆に女を全部隠すっていうふうにする、まあ、こういう男に都合の良いパラダイムっていうのが、えーまあ、全,全世界各地にあるわけですが、まあ、それで誘惑した女が悪いっていうのでねしかも隙があったつけ込まれせたっていうね。で これが被害者の恥として、えー、沈黙を招いてきたわけですが、えー、これが加害者の罪で当たり前です。で巨大な パラダイムシフトが起きたわけですねそれを起こしてきたのはあのやっぱりフェミニズムです。でただその中になぜその身体に与えられた暴力の中で例えば、えー、腕を一本折られるとかですね、えー、殴られるとかっていうのと違って、えー、性的な暴力というものがこれほど、えー、女性にとってあの大きな傷になるのか、まあ、トラウマでありスティグマになるのかっていう、えー というのはやっぱり性と、えー、人格が結びつく、あるいは性とジェンダーアイデンティティが結びついているからですね。でそれを、えー、それにチャレンジしようとしたのが松浦理恵子さんの,この,あの非常に論争的なあの論文です。お読みになったでしょうかもう私は本当にこの論文一つで1時間ぐらい皆さんと議論したいぐらいなんですが。えーあのまあ 性暴力があの女性への侮辱と結びついてるからこそ、えー、それをが分かって男たちは性暴力を行使する。だけど例えば性器に対し,対して加えられた暴力と、えー、例えば顔を殴られて。 加えられた暴力と一体どこが違うのかと、でそこにあのそういう過負重性的なパラダイムにまんまと乗っかる必要は我々にはないのだということをまあ,あの非常に高々とおっしゃった。まあ、だけど後からは、えー、実はあの、えー、性暴力被害者がどれほどあの大きな トラウマを感じるかということが次々研究結果で明らかになってきましたのであのこの松浦さんの論文を入れたのはあの変者としての私の本当にあの非常にあの強い意向が働いていますもしここにあの松浦さんの論文を採録しなければ、えー、こういう議論がこの当時あったことももしかしたら忘れされていたかもしれませんでそしてその後、えー、性暴力被害者についてのさまざまな研究の蓄積を踏まえて 考えて。 えまあ例えばフラッシュバックとかトラウマとか PTSD とかっていうふうなさまざまな研究成果を踏まえた上で松浦理恵子さんがえ今日同じことをおっしゃるかどうかはご本人に聞いてみたいと思いますけれどもえやっぱりあらゆる暴力の中でえ性的な暴力だけがなぜ特別なのかなぜ特別に深い傷を女には負わせるのかということについてはえーアーギュアブルだと思いますでまあその中でセクハラ があの登場したことには、えー、やっぱりあの女性学ジェンダー研究の大きな影響がありまして、えー、あの八十年代に、えー、こういうアクションリサーチがありましたで、えー、これをやった人たちの えー、研究、まあ、レポートをちゃんとこういうふうに、えー、載せたわけですけども、まあ、あの八十九年にセクシュア・ルハラスメントが流行後、対象になり。で、えー、ここで、えー、再定義ってものが起きました。で、同じ年に日本初のセクハラ裁判、福岡セクハラ裁判というものがあって、勝訴しました。この時の,、えー、あの支援団の。 代表はムタカズエさんでですね、であのこの人の書いた本こ、この人は日本で一番セクハラに詳しい研究者ですあの非常にわかりやすいえ事例がたくさんのった本ですので、えー、お読みになってください、まあそ。そこで何をやったかというと、えー、私のあのモヤモヤは、あれはセクハラというものだったのねという女性の経験の言語化と理論化。 まあ、経験の最大限ということをやったわけですね。DB も同じことをやりました。で同じように同じ同時期にですね、えー、こういうアクションリサーチをやる、えー、研究者の,の集団があってで、このレポートがこの本に収録されていますで。内藤さんのこの論文もこの中に入っています。でこの結果で分かった数字が、えー、あなたはこういう目にあったことがありますかという答えが 59%この数値がですね、95年の国連統計に、えー、出回ってしまいました。そうすると、ケニアよりひどく、エクアドルよりと同じ程度、日本の男はこんなに暴力的なのかって、まあ、国辱問ですよね。で、でまあ、これはあの、えー、ボランタリーサンプリングっていう口コミ、口コミですから、 この問題に関心のある人が答える傾向があるので、えー、どうしてもデータはあの高めに出るんですねで。これやばいというので、政府が初めてですね、えー、科学的調査というのはあの、ランダムサンプリングにある夜調査をやってみたら、この数値が出ました。カナダよりちょっと多く、アメリカよりちょっと少ない。これが先進国標準です。えー、だいたいた人人に1人が えー、DV に合ってるという。で、まあ、あのだけど、こういうことを、まず民間がやらなければ、政府はそもそも調査をやろうとすら思わなかった。調査ってお金も時間もかかります。で、えー、ですからやっぱりあの、見えないものを見える化するということをやってきたわけですね。で、まあ、じゃあ、フェミニズムは何やってきたかというと、まあ、こういう、えー、状況の最適ということをやってきたわけですね。あの時のあれは。 あれはセクハラだったんだ。DV だったんだで。やるとどういうことが起きるかと効果があります。私は悪くなかったんだ。じゃあ責任は誰にあるか加害者にあります。もちろんです。で、まあその時にえ一人では戦えません、えーあの。あなたは悪くないと言って、えー、同調してくれる、えー、支援者がいます。ただその支援者は、えー、もしかしたら 二次加害者になるかもしれない。でそのことを、えー、どんなふうに気をつけなきゃいけないかという風なことも事例が積み重なってきました。で、まああの、私たちは今こういうものを知ってるわけですね。でこれでセクハラの被害者 の女性たちが顔と名前を晒して告発ができるようになってきた。できるようになってきたというか、あのもう伊藤さん、本当に勇気のある女性ですけども、まあ、その中で MeToo も起き、えーまあ、それで、えー、大きな変化を私が感じたのはこれですね、本当にね。あのこれまでセクハラにあったってあの声を上げた女性たちを、えー、抑圧する役割を。 年長の女たちがやってきたわけですよねあの。あんたのためにならないよとかね。あんたにも隙があったんでしょうって言,わ言ってきたんだけども、年長の女たちも変わりましたね、えー。中島京子さん、50代の作家さんが伊藤さんとの対談でこう言っておられます。もし私たちの世代がちゃんと声を上げていれば、社会も少しは変わっていたかもしれない。しおりさんが一人で頑張らなければならない状況にしてしまい。 本当に申し訳ないという。でやっぱり世の中が変わるときにはねあの、その変化をあらゆる世代の人が受けますのでえ、こうやって年長の世代も変わっていったと私は思っていますで。それから、まあ、次々出てきたのが、まあ、ドッキズムという新しい概念が出てきましたね。えー、セクシズムは性差別と言います。 レイシズムは人種差別と訳します。ドゥッキズムを外見市場主義とか訳す人がいますが、 これはは正確には外見差別といいった方がいいんですでだとしたらすでに序列をつけるようなミスコンテストを批判するっていう、えー、これがようやくですね、えー、当たり前になってきましたが初期の頃は、えー、こういう抗議ミスコンに対する抗議をやるとですねものすごい揶揄が飛んできましたあのお前らブスだから 彼岸連打をとかね、えー、出場する資格なんかないから言ってんだろうみたいなことを言われたりですね、えー、それからあの、ミートゥーの後にクー o が起きましたけども、クー o が起きた時に私たちが最初に思い出したのは、田島陽子さんのこの論文です、自分の足を取り戻す、あの大変大柄な方で、あの足も大変大きい方なんですが、足が大きいことを隠さなければならない。 ただそれだけで、えー、女らしくないと言われるその翌月に、えー、ご本人がど,うどんなに苦しんできたかというね、えー、だからまあこういう蓄積があって、えー、空痛が、えー、起きたりあるいは身痛が起きるっていうことですねで、まあ、それで、まあ、もう一つはその中で女性が初めてですね自分の性について、えー、自分自身の言葉で語るようになるっていう動きも で起きてきてましたで77年、世界で初めてですね、えー、女性が自分の言葉で生体験が語ると画期的なレポート、シェア・ハイトさんのハイトリポートが出ました。そのせいで、ハイトさん、猛烈なバッシング受けましたけど、それなら日本でやってみようっていうのをやった人がいます。モアという雑誌の編集者、尾形桜子さんという人です。で、この論文がここに入ってますが、その後2001年にこの 本を出しておられますのであのこの本尾形さんあの実はまだお元気であの もう高齢になっておられますがあの生きておられるそうですので、えー、これの読書会などやってみたいなというふうに思ってるんですが、まあ、とりわけその中で、えー、あのタブーだったのが女性のマスターベーションですね、まあ、女に性欲があるというのは当たり前だということはやっと表に出てきたわけですが、えー、マスターベーションはタブーでした。でそれを口にする女性たちが 現れたたこういうい若手の人たちですねそれから障害者の性欲というものもやっぱりタブーでした。で男の障害者に対してはセックスケアがあるのに女の障害者は 性欲は無きものとされたわけですねでこの幼い道子さんはご自身があの、えー、障害を持った女性ですがあの障害女性が自分の、えー、性欲をちゃんと語るというこういうことが次々に出てきましたね。でまあ,あのそういうことを自分たちの口で、えー、語るというのがこの本で,で、えー、この本の善訳を出した女たちが まあ私たちだったわけですが、えー、あの河野美代子さんのこの監修者のこの論文がこの本には入っています。で、あのつい最近、この「体進歩ジウム」っていうのをやりましたので、これは全部ワンサイトに動画が今アップされておりますので、どうぞご覧になってください。それから、まああの 今度はあの今議論になっているのがセックスワークがワーク化ということですね。で、どこまであの人はあの、えー、自分の身体に関するパーツを商品化してもいいのかと。で、えーまあ、その中で、消、え、負、ー、差別っていうのが起きます。で、この本に主として、えー、収録したのは、あのこういう、えー、セックスワーカーと呼ばれる人たちの に寄り添った実態をあののじた人た人ちのケースで、えー、実際にあの実は、えー、そんなに自由であの作詞、まあ、も抑圧もされていないあのフリーランスのセックスワーカーっていうのはもう例外中の例外ですから、えー、実はこの人たちは、えー、あの一旦セックスワーカーになった途端に えー、もう性の自己決定権をその場で手放したんだから金銭を大化,に大化に手放したんだからどんな目にあっても文句は言えないというようなさまざまな目に遭いかつ裁判の中でもそういう差別を受けてきたわけですね。でまあ、そういうい方、えー、方たちに寄り添ってきたアクティビストや弁護士の方たちが それで、えーまあ、もう一回元に戻りますとですねあのそれと同時に、えー、生産業のメディア化 ていうことが起きまして、えー、ポルノ、それから AV チャットのようなものが出てきました。まあ、同時に、セックスワーカーの間の当事者運動というものも出てきたんですが、まあ、そこで出てきたのは、性の商品化に戻ってですね、えー、どこまで性を商品化してもいいのかということと、正しい性の商品化。 と悪い性の商品化があるかどうかっていう議論ですね。で、あの私はあの後で多分聞かれると思いますので、あのここでもう答え言っときますけども、あの私は社会は何をどこまで商品化してよいかについては境界線を持っているという,ふうに考えます。えー、あの近代社会がですね。 自由な労働市場というものを作り出したときに、自由というのは誰と契約を結んでもいいということですね。その中で、その労働契約の中で禁止したものがあります。その債務奴隷というものです。例えば、自分を博打の方にして、あるいは女房を博打の方にして、お金と対価に奴隷状態に置くという、でこれは、たとえその契約をやったとしても違法行為ですから無効になります。 で、えー、従って、えー、奴隷状態というものは、私たちの,あの今の、えー、近代社会の,、えー、あの規範の中では、教会を超えた、えーあのまあ、労働なんですね。でまあ、そうすると、例えば、まあ、性という非常に信州性の高い、えー、リスクの大きい労働、えー こういう行為を商品化して良いかどうかということに関して言うと、えー、あのこれはどこかで境界線を引く必要がある。で例えば、その中でさらに私たちは目の前で見ているのは生殖の商品化です。生死や卵子はすでに商品化されています。代理母ビジネスも製品商品化されています。ただし代理房を、えー あのビジネスとするかどうかについては各社会はえまだえ答えは出していません。ウクライナでもう本当に驚いたのはウクライナには大リボ産業というものがあったようですね。で、それとえ最後に残るのは臓器ビジネスというものなんですが、今のところ臓器市場はブラックマーケットにはありますが、臓器ビジネスをビジネスとして えー、正当に認めている社会はありません。で、私はやっぱり、えー、社会は何をどこまで商品化して良いかについての一定の境界線を持っていると、その中にセックスも入るという風に考えています。で、まあそれはそれとして、まああの、えー、ポルノ とか、まあ、あのその中でいろんな議論が今出てきておりますのでえ特に、まあ、あのメディアツールがどんどんハイテク化してきましたで複製技術ができまして拡散がものすごい勢いで起きますリベンジポルノみたいなものも起きますでその中で幼児ポルノも出てきましたで幼児ポルノは違法化されていますだったら自己決定があればいいのかっていう話になるんですが まあそこで出てくるのが、えー、ポルノ批判と表現の自由との、えー、対立あるいは女性差別的なポルノはいかんが、えー、女性のためのエロチカであればいいとかねでまああのそれとポルノ女優は 犠牲者なのかそれとも自己決定の、えー、表現者なのかという、まあ、こういうような議論が、えー、今日に至るまで続いています。でまあ、それで、えー、もう一つ載せたこの散落レイプ連想ポスター皆さん方記憶いないでしょうがあのもう今でもこういうことが繰り返し繰り返し起きているわけで、えー、炎上 CM というのは昨日今日起きたわけではなくて、えー、やっぱり長い歴史がありますで。その都度女性たちが異議申し立てを やってきたわけですねで残された課題はいっぱいあります、えー、セックスワークをークか、えー、トランスジェンダーをどう扱うかから、えー、ポルノと表現の自由を、えー あのどこまで認めるかとかね、えー、じゃあ軍隊に女が参加していくことは男女平等のゴールなのかとかですね、えー、私たちの、あのーまあ、フェミリズムの領域にはあの決着のつかない問題が、えー、たくさんあります、えー、ずっと私たちは論争を続けてきましたでその中でとりわけセクシュアリティの問題っていうのは あの非常に論争を招く、えー、あの問題が多い、まあ、それだけあのセンシティブでタッチーな問題ですから、まああの、あなたがどう考えるかということがそれぞれ問われる、まあ、ただし、えー、今のところ私たちに正解は、えー、ないと言っていいかと思いますと、えー、というこでで以上です。